てかごめんね、タバコ吸わないのに喫煙所ついてきてもらっちゃって。ああ全然大丈夫ですよ、気にしないでください。マジすまマジすま。ああ全然。つかさ、今日もタナベッチいないの？いやそうなんですよ、また他の現場行ったんですよ。マジあいつそういうとこあるよな。でも俺もそういう似たとこあっからな、マジ似てるわ。似てますか？似てるよ。いやタナトスさんとタナベだともうマジ顔のあの完成度が違いますよ。いやそんなことねって、イケメンとかもう全然違うからな。中さんマジ俺イケメンじゃねえから。いやいやイケメンですよ、ケンズはいいですって。マジやめてそれ。あそういえばタナトスさんでタバコ吸いましたっけ？あー俺うん結構吸うよ。あ、そうなんですね。あれ知らなかったっけ？あ、はい。うん、俺結構吸うんだよ。あ、そうなんですね。うん。てかさ、やっぱ最近タバコ吸わない人多いじゃん。で、海外の人も誰も吸わないでしょ？そうですね。中洲まで吸わないじゃん。はい。でもさ、やっぱタバコ吸うときってさ、誰かとやっぱ喋りたいんよね。中さんってさ、海外で一番トークうまいじゃん。ああ、まあ、そう、いや、全然そんなことない。いや、マジ謙遜しないで。トーク一番うまいじゃん。やっぱ中洲さんと言ったらさ、楽しくタバコ吸えるかなと思って。ごめんね。吸っていいですよ。あーごめんごめん、夢中になっちゃった。そう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 。あーそうだ、ちょっとあの僕タナトさんに一つは聞いてほしい話があるんですけど、うん、あの僕この間運営と喧嘩したんですよ。いやっていうのも、まあ、僕の推しのスーちゃんいるじゃないですか。スーちゃんがそのいつもあのね、まあタナトさんも分かると思うんですけど、まあ、前の方でねいつもやってたんですけど、今回のシングル一番後ろで、うん、これはなんかスーちゃん悪いことしたのかな、パフォーマンス、いやそのまあプライね、その言えないことはあるかもしれないですけど、でそれで僕あのマキタさんと仲いいんで、でマキタさんにその今回のフォーメーションはどういった感じで決めたんですかって言ったら、いやそういった質問にはなんかお答えできないですみたいな、なんかその運営いつも仲良い喋ってるのに運営っぽい口調で急に言ってきて、てかタバコって悪くねえよ。うん。いやいや、ちょっと待ってください。僕、そんな話してないですよ。あ、ごめん。しなかったっけ？いや、してない。わり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 。俺と喧嘩した話してる。かうかうか。え、どういうことですか？ごめんごめん。ああ、全然大丈夫ですよ。あの一つ聞きたいんですけど、タバコって美味しいんですか？あー、タバコってね、美味しいとかじゃないんだよね。どういうことですか？あー、なんなのかな、やっぱ体がニコチンを求めてるみたいな、うん、やに吸いてーなーってなっちゃうんだよ。だからもうなんか好きとかじゃないんだな。すいません、僕タバコ吸わないんでちょっと分からなくて。そう、あーそっか、はい、中瀬タバコ吸わんのか。あー、はいはい、吸ってみる？ああ、いや、大丈夫ですよ、僕は。まあ、吸わねえ方がいいか。うん、タバコって別に吸えばいいってもんでもねえからね。おぉ。うん。なるほど。え、ペース早くないですか？あ、ごめん。俺、チェーンスモーカー。チェーンスモーカー？うん。あの、鎖のようにさ、連続で吸う人？ああ、そう、そんな、言葉があるんです。今はなんか借り？ああ、知らねえ、これ、オプション。オプション？そうか、中さんタバコ知らねえんだもんな。僕、全然わかんないって。ズブか。ズブか、ズブか。ズブ？ああ、ごめん、ズブの素人かってごめん、だから、それトークがないから。トークがないんだ。トークとか今、その、これさ、オプションって言ってさ、ここに、何、メンソールみたいなカプセルがあるよ。はい、で、これカチッってやると、吸ってるの。ああ。これが好きな部分もある、正直。あ、そうなんだ。正直、さっきニコチンも好きだが、正直オプションがマジおすすめ。なるほど。マジおすすめ。うん、ああ、そうなんです。僕は吸わないんで、あれです。いろんなやっぱ、あの、味あるんや。ああ、なるほど。うん。でもさ、やっぱタバコってさ、悪いイメージあるのかな？悪いイメージですか？うん。やっぱタバコって悪のイメージあんかな？前もさ、ほら、俺、やっぱ掲示板で叩かれがちじゃん。晴れ髪のタッがいるっつってさ。あー、なんかありますね、タタ。でさ、あいつタバコ吸っててさ、ヤンキーなんじゃねえの、元ヤンなんじゃねえやつみたいなこと書かれてたの。いや、俺元ヤンじゃねえし、俺悪じゃねえから。え、中井さん俺のことをやっぱ悪だと思った時ある？あー、でも正直、うん、ちょっと外野から見たら、うん、いかついです。やっぱそう見えちゃうんかな。
正直なところは俺いかつくないじゃん。全然パンピーだし。やっぱこの見た目でさ。いや、確かに。僕はあの、知ってるので、優しいっていうの知ってるので。それはありがとう。でも、たぶん、裸見たらやっぱ悪そうに見えます。いや、そうなんだ。悪くじゃない。いや、でもやっぱそうだと思うよ。だって、この髪色でさ、タバコなんて吸ってたらさ、いかにもじゃん。本物だってやっぱ思われちまうよな。まあ、いかついのはありますよ。でも全然僕はもう、いやもうしょうがないよ。でもそれやっぱ背負うべきもんだ、俺が。やっぱいかちいか。困ったなぁ。でもあんまいかついとか言うなよ。いや、書いたんじゃない？いや、僕じゃないですよ。僕じゃないですよ。わかってるって。疑わないでくださいって、本当に。3分目。チェン。ちょっと待ってください。チェンじゃなくて、ちょっともう物販行かないと次も。ああ、ごめん。そっか。セーフ、まだ借りってやってない。いけー。そっか。あ、そういうルールがあるんですね。ごめん。借りってやったらさ、やっぱ鮮度がなくなるよ、オプションのね。オプションおすすめ。うん。吸うときは行って。俺オプション調達するから。僕は吸わないんで。そっか、じゃあやっぱ、行こう、物販。はい、行きましょう。あ、でもごめん、中田さん。物販やり終わったらさ、もう一回やりに来ていい？あ、やっぱやりに来ていいから。ごめん。よし、行こうぜ。ああ、ごめん。ヤニクラ。ヤニクラ？これは正解か？すいません。ちょっと遅れちゃった？全然。大丈夫。ごめん。今日行きたいところなんで。マジ？オッケー。今日超楽しみだわ、イベント。あ、本当ですね。やっぱ中田さん教えてくるの外れないからさ。何時からだっけ、イベント。あ、まだ時間あるんで大丈夫です。本当？はい。オッケー。ごめん、ちょっとさ、その間前にさ、ヤニ捨て。全然ないですよ。ごめんね、いつも。いや、田中さんやっぱタバコ吸いますもんね。うん、まあね、タバコってさ、やっぱ結局さ、いつになったってさ、男の象徴みたいなのがあったのね。なんか今日色なんか違くないですか？ちょっとオプションから変えちゃった感じ、今。ちょっとこれ試してる。これわかる？これってハマキに近いんだって。へぇ。うん、リトル。そうなんですね。うん、リトル、なんだっけ、リトルシガレットみたいな。うん。いつから吸ってるんですか、田中さんって。タバコ自体？はい。あー、もう覚えてねえな、でも。多分、中2くらいかな。うん。中 2？ 何が？ちょ、ヤンキーじゃないですか。何がいや、中2でタバコ吸うのヤンキーですよ。いや、別にそんなことなくね。結構いいね。いや、絶対ヤンキーですよ。あ、そう。でも俺、ヤンキーいや、ちょ、怖くなってきましたもん。いや、そんなじゃ、俺ヤンキーとか言われるのマジあれだから。まあでもまあ、このさ、タバコ吸ってる時にさ、ちょうどさ、その学生の頃、バーってこう族、地元で有名な族来たのよ、目の前に。で、なん厨房がタバコ吸ってんだって俺因縁つけられたな。まあ、なんか、それつけてくんじゃん。俺その時虫の居所悪くてさ、もうしたわ。一人でですか？うん。え、坊主族って、結構今。一番有名だったから、100いたな。100一人でやったって全然いける。もう、なんて言うももうなんか、やってる最中はやっぱ10人目からもうなんか意味わかんなくなってくるの、やっぱ殴ってると。意味わかんない。こっちもなんかもう、アドレナリンっつうの伝説じゃないですか。いや、別に。でも、それ誇ったりしねえから。そんな伝説持ってるなら早く言ってくださいよ。こういうのって強いやつって誇るんだから。あ、ゴーヤマンじゃない。お、ゴーヤマンじゃん。お、ゴーヤマン。おい、ゴーヤマン。おい、無視すんなって。おい、ゴーヤマン。おい、ゴーヤマンじゃん。あー、サトル。おい、ゴーヤマンだよな。サトル。お、ゴーヤマンじゃん。久しぶり。え？サトル？サトル、あの。まあ、サトルだけど、なんで。お、ゴーヤマンだよな、お前。ゴーヤマンだよな。ゴーヤマンだよな。おい、うん。うわ、懐かしい。うわ、久々じゃん。お前何やってんの？あ、まあ今友達と遊び。え、友達これ？うん。これとか言う？あ、俺触んなよ。お前、いかにもだな。お前、いかにもゴーヤマンの友達ですって感じじゃん。お前、何変わってんの？そんなことない。え、何やってんの今？あ、今？あ、普通だからイベント、あ、仕事だけど。ない？え？まあ何、普通に仕事、いや、仕事とかしてる。あ、仕事何やってんの？あ、まあ今何？あの、エンターテイメント系？エンターテイメント？うん。わかんないけど、ない。結構まあインターネットだね。うわ、ゴーヤマンだ、うわ、懐かしい。いや、まああんまなんかそういう。うわ、ない、髪染めんの、お前。ない、これ。汚い、お前。これ、ちゃんと染めた方がいいよ、お前。いや、まあ全然余裕だし。ない、髪染めてんの、お前。いや、普通になんか、うん、普通に。そんな仕方じゃん、お前。は、別になんかそんなことねえから、テンパクリクリだったじゃん。は、なんかそんな。なんで髪染めてんの？え、普通になんかもおもろ。おもろくねえし、やめろよ。そうなって。うん、多分地元の。いや、じゃあ、注意。あ、じゃあ、待てって、お前。懐かしいんだからさ、喋ろうぜ。あ、でも、じゃあ、俺らの子。久々じゃん、お前、同窓会も来ねえしさ。あ、てかさ、ゴーヤマンさ、あれやってよ。何？いつものあれやってよ、ゴーヤマン。やれって、おい。あ、あ、はい。
これが売りじゃないんだよ。ちゃんとやるってお前、ちゃんとやるって前みたいにいつも通りやれってお前。これは売りじゃないんだよ、じゃあなんなの、苦売り苦売り、こうやこうや、俺こうや。つまんねえ。つまんねえ。ちょっと待って待って待って、ちょっとムービーとかもう一回、ムービーとかやる、もう一回やる、もう一回やる、もう一回やるってお前。苦売りじゃ、だからちゃんとやるってや。これは苦売りじゃないよ。そう、俺、こうや、こうや、こうや。俺が、こうや、こうや、こうや。すまんね。これ、ちょっと TikTok あるよ。おもんな。じゃん。タナトさん、教授も、もう、イベント始まるんで。ちょ、今、なんつったこいつのこと。タナトさん。タナトスって呼ばれてんの、お前。タナトスだ。本名一つも被ってないじゃん。何タナトスって。いや別に全然。こいつこれゴーヤマンだよ、ゴーヤマン。こいつゴーヤマンだよ。なんでゴーヤマンって呼ばれてるか知ってる？顔ボコボコだったんだけど、まあ、それだけじゃなくて、こいつ、中学の時さ、うんこしてさ、それ全員で見てたの、上から。上から見てたらさ、くせえってやって、で、よく見たらさ、昨日の晩飯のゴーヤ残ってん。あれ、うんこ緑だったよな、あれな。かもね。あ、緑うんこでな。ナチーズ。ゴーヤさん。マジナチーズ。じゃあ。待てってよ、お前。何ちょっと、何やってんの？ちょっと飲み行こうや。え？久々じゃん。お前同窓会も来ねえしさ。あー、まあ、ちょ、ユージ呼ぶよ、ユージ。ユージかな？ユージ呼ぶよ、ちょっとユージ。あ、いや、いいよ。あ、待て待て。あ、ユージ。ちょっと、やばい。一応、マジ、やばい、やばいよ。駅前さ、喫煙所。ゴーヤマンいる。ゴーヤマン、マジ。ゴーヤマンがさ、マジ、金髪にしてさ、タバコ吸ってさ、生きてんだって。マジだって、マジ。ちょっと、変わるよ。ゴーヤマン、ええ。あ、ユージ君、久しぶり。うん、そうじゃない、やるって。苦売りじゃないや、こやこやな、バカつまんねえだろ。変わってんだよ、あいつ。あ、じゃあさ、ちょっと飲み行こうや。あ、そうそう、あ、ゴーヤマンも。あ、じゃあ7時どまでいい？うん、 OKOK、 じゃあじゃあ7時どまな。行きませんよ。あ、タロトさん行きませんよ。いや行くよな。あ、いや、まあ、一人で。もうこれ以上かかんない方が自分のためだと思いますけど。いいない。あ、これ以上かかんない方がいいですよ。何なんす、何が。知らないかもしれないですけど、タロトさん、昔族人潰してますから。族？族一つ潰して、何それ。あ、だから、暴走族を一人で、やってます。いつ？中学。こいつが、ゴーヤマンが、中学の時に、族一つ潰してんの？お前それ言ったの？そんなこと言ったの？だから、なんかわかんない。だから、やめた方がいいですよ。やった！やばいじゃん。お前そんなこと言ってんの？違うって、こいつ。中学の時さ、まだ小学生と遊んでたの、こいつ。小学生と遊んでて、で、小学生の中でリーダーみたいに言ってて、で、師匠って呼ばれてたのかな。師匠って呼ばれてて、だからそれ PTA に問題になって、それ潰されたんだよな。そんなこと言ってんの？そんなこと俗っつってんの？集まりを。やっぱ。あったの、そんな。やっぱ、きっしょ。じゃあ、もうごめん。やっぱ。じゃあ、わかった、ドマ、うん、じゃあ。あ、じゃあ、ドマな、7時だよ。オッケーオッケーオッケー。お前、絶対来いよ。うん、オッケーオッケー。あ、連絡先変えてないよ。うん、変えてないよ。大丈夫。ちょっとわかるから。オッケーオッケー。わかんな。オッケーオッケーオッケー。どうも、ドマな。あ、じゃあ、また。じゃあ、またな。そうなんだ。またな。うん。大丈夫ですか？ごめんね、あいつさ、地元でめちゃくちゃ有名な嘘つきなのよ。うん、あいつ、めちゃくちゃ嘘つく。やっぱりでさ、もうずっと変わってないわ。ずっと嘘ついててさ、もう全然友達もいなくてさ、大変だったんだよ。やっぱ俺ってさ、やっぱダチとかさ、関わったやつ全員ダチだと思ってるわけ。だからあんなやつでもやっぱ俺にとってダチなんさ。だからさ、やっぱそういうダチとかをさ、無限できないじゃん。だからやっぱね、付き合ってやったって、ごめん、いや、付き合っちゃって。僕は知ってましたよ。多分そういう感じなんだよ。いや、それの空気、やっぱり、マジかって。したやっぱお前、なんか大人ってもああいうのマジやだな。そうですよね。嘘ばっかついてさ、すごい思いましたもん。はい。悪いな、なんか悪い。いや、もう、
ちゃんと言い直して、あの、リリーベ始まるんで行きましょう。よし、行こうぜ、行こうぜ。あ、ごめん、ちょっと19時に抜けるかも、これ。うん、ごめん、ごめん。よし、超楽しいんだな、行こうぜ。おつおつさ、おーすいません、またしたの、お疲れ様です、すいません、あ、いや全然、まあ待って、まあまあそんな全然、僕も来たばっかりなので、マジで、あ、すいません今日急に呼び出しちゃって、あ、全然全然いいよ、あ、なんか田辺がなんか他になんか今日急用ができたとか言って来なくなっちゃって、そうだな、マジで全然合わねえじゃん、でまあまあ一人であの秋山よりかはあの誰かと回った方がいいなと思って、でまあまあそれ田辺さんに、すいません、いつもありがとう、マジいつもありがとう、すいません、いやいや、もう自分なんか全然、いやいやマジで、中田さんは本当に嬉しいです、本当に本当に過ごしやすい友人、本当にありがとうございます、すいません、今日はよろしくお願いします、こちらこそ、あ、すごい、あ、立ってマジすごいん、どうした、暑くないですか、うん、まあ最近そうやね、やっぱあの気温が、ね、都内40度近いね、マジで日本めっちゃヒートアイランドやね、マジでね、でも何年前、何年前から言ってるよな、え、寒いんですか、いや寒いっつうか、もう全然自分はまだいけるっつうか、全然ちょっと異質か、浮くさすがに、街でパーカー、脱水症状とかあるんですよ、あ、マジそこまで気象って なってしまうと大変なんで、そこまで気かけられたらな、すまんな、まあ、浮いちゃう、なんかな、変な目で中さん見られるの嫌だからな、それはな、うん、すまんすまん、どうしたの、え、ん、あ、パーカー、俺これ見ただけなきゃ、このパーカー、これすげえ珍しいよね、このパーカー、うん、いや、めっちゃいいよ、これ、あ、この見てる、この深さ、違います、違います、深さたるや、違います、これ、これです、あー、髪、これ確か髪結構な、いっちゃってんもんな、でもさ、これ初めての美容師だったんよ、まあ、拳で解決しようかと思ったけど、違います、違います、どうしたん、どうしたん、うん、これどうしたん、どうしたん、あー、炭、炭のこと、あれ、中須さんこれ見るの初めて、いや、初めて、うん、初めてよっけ、え、れたんこれ、待ってください、え、もう、肌に、だって、うん、そうや、炭やから、肌や、これもうずっとこうよ、だからタトゥーってことですよね、あー、まあこれ一応トライバルっていうんかな、トライ、うん、うん、トライ、うん、種類的に言うとね、バブリっていうよりかはトライバルっていうか、いい、うん、どうしたの、何を怯えてるの、怯えてるの、いや、すごい変わらんて、すいません、タナトスはずっと変わらん、すいません、いや、タナトスはずっと変わらんやん、僕はタトゥーに、そんな変わらんって、何も変わってないやん、ごめんなさい、僕、ん、怖がらん、なんで、あ、俺怖がらずに入れたんじゃないって、マジで、それは分かってるんですけど、すいません、マジでタトゥーをこんな感じから見るの、うん、だって痛くないですか、あー、まあなんかやっぱ痛いとかって体験談聞いてたけど、やっぱ自分全然あった、やっぱ俺痛みに強いからさ、うん、やっぱりもう仕事のヤンキーぶったし、ね、まあ消えんけど、まあこれ覚悟っていうか、うん、やっぱ全部にやっぱりな、そういうのは意味があるからな、やっぱそれはな、だからごめんごめん、ちょっと暑いからさ、脱ぐなんていかんな、今日どこ行くんや、ない、どうした、どうした、左にも入ってんじゃないですか、うん、入れるよそりゃ、うん、え、入れるよそりゃ、うん、だってやっぱ片っ端だよ、あ、まあ両腕っていうか、まあ、そう、本当はまあもう全然、うん、ちゃってるけどね、ビビってるか、ビビんな、いや、すいません、友達っていうのは変わんないから、マジでビビんな、マジで本当にもうちょっとびっくりしちゃって、何が、え、な、どうしたんやろ、待ってください、待ってください、え、これはあの、なんか文字が書いてあるんですけど、うん、やっぱ全部にやっぱ俺ってさ、タトゥーってやっぱファッションと同時にやっぱ覚悟っていうか、そういうやっぱり自分の今までの生き様とかっていうのを刻みつけるアイコンだと思うね、見ていいですか、もう全然いいよ、友達は全然やん、 B ラブ、うん、 B ラブ、これはやっぱり愛やね、全部の愛、うん、で、これが、うん、うん、で、ここに、うん、チョッパーズ、あ、チョッパーズ、気づいた、うん、え、これはどういう意味なんですか、あ、これトニトニチョッパー、うん、ワンピースの、あれ生き様ないよね、トニトニチョッパーって、チョッパーに憧れてる、憧れとかだよね、生き様、わかるかな、憧れではいないよ、やっぱタトゥーって生き様やから、すごい、ボントゥーとか、なんかいろんな意味があるってことですよ、ね、全部さ、この炎とかもさ、うん、女性も、この女性、そう、これもそうだよ、このダン、そう、これはサーフィンしてる女、これも生き様、え、これは誰なんですか、これ誰とかじゃない、概念としての女、それは俺の生き様、
わかる、特定の誰かとかじゃないの、概念としての女を入れてんの。で、これは意味、でもこれはでも分かんないんですけど、まあまあまあ、細かい理由とかはまあいろいろあるんけど、はい、あ、まあほら、なんつうの、ほら、まあ迷路っていうことかな、人生は迷路ってことを表してるっていうか、あとほら、これやってみ、どうしたの、あとさ、こ、なんか、マジ変わってねえから、俺マジ俺変わってねえ、ごめんなさい、マジ俺変わってねえぞ、マジ俺変わってねえ、びっくりしてんな、マジで俺変わってねえから、うん、マジで俺変わってねえ、すいません、よかった、マジで俺変わってねえぞ、よかったです、うん、はい、マジで俺変わってねえ、よかったです、なんだっけ、これの意味か、これの意味は、まあそう、迷路、人生は迷路っていうことと、あと暇つぶしにほらやってみ、指乗せてみ、スタート、トゥ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 、あーダメや、ノーゴールや、でもずっと同じと思うの、あーまあまあ、それは難易度別あるからな、うん、え、でも、まあそういうお楽しみ、これじゃあでも大変じゃないですか、いろいろ、だって今後だって、うん、だっていろいろ規制が、まあ本当そうよ、ライブは入れるのかな、まあライブはギリいけると思う、まあ入れてて行ってる人とかおったからそれはまちまちやと思うけども、本当すまん、市民プールしに行けよ、でもギリ海は行けっか、一緒に海はいいもん、ええもんな、海はな、でもなんか俺そういうのじゃねえからな、そういうのって周りに勘違いされて中洲も勘違いされるの嫌だけど、でもこれごめん、もう生き様やから、親からもらった体、うん、でもやっぱ全部意味あるからさ、それはやっぱりっこっちも覚悟で入れてるから、そっか、覚悟で、え、でもすごい、まあそれ日本はそうやんな、まだそうなんか、あんまりこんなこと言いたくないですけど、イカチー、いやだからマジで俺変わってないって、マジで変わってないぞ、あ、でも勝て、今勝てないファッションだけだから、なるほど、いや、すごいな、全然変わってない、マジでそんなんやめてくれ、他の人も本当になんかチラチラ見ちゃうから、そんな驚かんでくれ、マジで、はい、すいません、よし、じゃあ、あ、行きますか、行きますか、行きますか、はい、あれ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 、うわゴーヤーマンじゃん、うわ、またあったな、おいおいおい、来いよ、おいおいおい、ゴーヤーマン、おいおい、力強い、力強い、おい、ちょっと触んない、おい、じゃあ、お前この前飲み会最高だったな、じゃああれやれや、あれゴーヤーマンでやれや、おいゴーヤーマンで見せろよ、マジマジ、笑った、お前な、その、あの時のあの、ゴーヤーマンの友達やな、ちょ、マジ、こいつのゴーヤーマン、マジおもろい、ゴーヤーマンでよくないか、ゴーヤーマンで、おい、おい、季節がやってきた、収穫祭の幕開けな、ゴヤ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 、それはヘチママジつまんねんだよじゃあね、待てよ、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ゴヤ、おいゴヤ、おいおい、え、タトゥー入れた、え、マジ、え、ゴヤ、お前お前マジ、タトゥー入れた、え、じゃあ俺でも見る、俺、おい、うお、ヘビすっごいかけやで、すげえな、これまだちょっとできてないけどさ、こっちもああ、そっか、入れてて、背中もさ、ちょ、まださ、色入れてないんだ、うん、ああ、え、ちょ、マジ、お前何なんこれ、うわ、ちょっとダサくね、これ全然、だまあ、ダサいってえ、なんで入れたな、えなんで入れた、いや、別になんで入れたな、もうファッションっていこう、ファッションファッション、ビーラブド、グレーじゃん、何これビグレーとか関係ないかな、愛だから、俺なんか変じゃね、うん、ちょ待てよ、ちょなんか変じゃね、ええちょ待って、変じゃない別にえちょ待ってちょ待ってええなにこれなにこれえちょ待ってえお前なにこれええなにこれはっ中学生じゃんお前ちょ待って待って右もんじゃん右いいマジちょ待ってちょ待ってちょっとちマジマジかお前マジかこいつおもろなちょ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 おもろおもろやっぱお前おもろだきなちょっと待ってこれちょこれさこれさえ他もあんのこれこれ他もあんの思って別にまあ5種類くらいマジちょっと今日飲み会さそれつけてきてよマジ払えよ今日は飲み無理だわぽいよわかんねえ。乗りありな。な。わかんな。来いよ。またいつもわたみ。あ。マジおもろ。あ、一個もうやるわ。これ。じゃあね、ごめんわ。あ、うん。あ、これ。ああ。でもなんか僕思うんですけど、タントスさん。タトゥー入れなくても十分かっこいいと思いますけどね。
ちょっと中津さんさ、始まる前にさ、サイズ1個や、おごるよ。おどっす。あ、ちょっと楽しみだな、やっぱりその…すいません、どうしたんですか？いや、どうって、薬莢確か腫れすぎやもんな。こんな腫れるとは思ってなかったよ。違くて。うん？あ、その。うん。何？耳。耳？はい。あ、汚いね。汚いか。結構ほじってんけどね。でもほじりすぎると。いや、耳垢は大丈夫なんですけど。大丈夫。はい。本当。結構耳垢だけ NG でお願いな。うん。じゃあ行こばい。あ、うん。あ、何？どうした？すいません、あのじゃあもう言います。あの。うん。何？ピアスがついています。うん、ついてるよ。うん。うん？え、あ、だって、うん、いつもつけてなかったじゃないですか。あ、俺中津さんと会った時つけてないっけ。あ、わかんない、もう境目ぐちゃぐちゃだ。あ、あれ会った時一回もつけてない俺。はははマジで。マジで。え、前からつけたってことですか。うん、バチバチ。うん。え、じゃあ小6くらいだからかな。え、どうしたの。いかつい。あー、やっぱ、中津さんマジで。あ、ごめんなさい、いや、その、ごめんなさい、悪いつもりって言った。ちょっとごめんなさい、いかついよな。いかつくねって。それだけ思ったし、マジいかつくねって。あ、ごめんなさい、すいません。こんなところ変わらないよ。あ、何も変わらない。よかったです。それは何も変わらないよ。でもその、何 ?5 個ついてますね。1、2、うん、3、4、5。5ピね。5ピアス。でも少ないくらいで、今日は5。ここもつけ、だってそれって、うん、だって穴開けてるわけですよ。もちろん開けないってつけられないじゃん、うん、開ける開ける。いや、ちょっとそれ松尾さん開けないか。いや、違う違う開けないか。いや、ちょっと、いや、それ想像しただけで痛いなと思って。苦手、全然痛くないぞ、マジで。だって針かなんかで開けるってことですよね。本当だったもので開ける。うん、もう俺とかになると本当に開けてるなと思った時ね、つまようじでもいっちゃうね。うん、え、つまようじで開くの？全然開く。尖らしてね。尖らして。え、でもあれってなんか歯とかでやってるとなんかこう曲がったりしませんか？だってちょっとそれ、あれじゃないですか。え、これ開かないんですか？開く。やった時ないでしょ。はい。うん、開くんだよね。つまようじで。思いっきりね。え、ガッて。思いっきりよ。その勢いは、あれだよ。このハーポスコスの勢いじゃダメだぞ。ギュッてこう。つまようじでギュッていけば開ける。え、でもそれなら針でやった方が多分早くないですか。針でもやる。だから俺つまようじだけでやるとは言ってない。すいません、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。何にでも開けちゃうよって話。そうなんですね。いや、本当にびっくりして、ごめんなさい。いや、全然でも、まあ、現場行くっていうのに、そこで突っかかってるとか気になっちゃって、すいません。気になっちゃうか。いや、でもやっぱりいかついっす。いや、いかつくねえだろ、別に。いや、すごい。普通じゃない？ 5 個くらい。すごい、垂れてるんですね。あ、これちゃん。ちゃん。ちゃん。そう。え、前タバコでも言ってませんでした？あ、それはちゃん、スモーク。これは、イヤリングちゃん。ピアスちゃん。あ、チェーンとチェーン。ちゃん。踏んでるね。あ、先生、ありがとうございます。いや全部意味ある。え、うん、なんか今日も興味津々だから全部、もうピアスのこと全部教えてあげるよ。え、ピアスってつける意味あるんですか？あれな、全部意味あるの、ピアスって。あ、そうなんですね。無意味につけてる人とかいる。はい。え、じゃあ意味が？この右耳、これ。ここが、ロロノアゾル。うん。あ、ワンピース。で、はい、こっちが、はい、トラファルガーロー。ワンピース。ワンピース。あ、なるほど。その、ワンピースが好きだっていう意味ですね、じゃあ。違う。
だから、ロロナノッツォン、はい、トラファルガルロ、はい、が意味、うん、ってことは、うん、あ、わかりました。仲間みたいなことですか。仲間を大切みたいな。違う。だからもう一回やるよ。はい。回復がある。死のでかい。もうわかるね、ここまでいったら意味。あ、わかりました。ワンピースが大好き。なんかさ、マジでバカにすんのやめたら。なわけねえじゃん。ワンピース大好きでピアスつけてるやつっていねえべ。あ、ごめんなさい、ちょっと。だから、もうこれ最後ね。はい。全部の意味言ってるから今。はい。中井和也。トラファルガーローの声優さん。リヴァイ、リヴァイとかもそう。わかりました、うん。声優さんをリスペクトしてるってことですね。してねえ。何言ってんの、さっきから。意味があるんだな、わかんねえかな。ごめんなさい、うん、海があれば、そうですね、意味があるんだ。じゃあ、まあ、ちょっとわからない。僕、多分まだわかんないな。やっぱ、明けてわかんない。でも見たらちっけえな、お前。これどうなんだろうな。見たらちっけえな。これダメです。いや、もう開けつもりない。開けたい。いや、開けたくない。ちょっと痛いんです、今。痛くない。何回も言う。痛いのはちょっと苦手なんですよ、やっぱり。まだ無理はしながらいいよ。見たらちっけえな。いや、でかいですね、やっぱ耳たぶん。いや、でもでかいっての、お前、マジで。言い過ぎだぞ。ごめんなさい、すいません。いや、でもかっこいい。でかくねえから、俺、マジで。すごいな。いや、かっこよくねえだろ。全然こんなんもっとつけてるから。今日は僕らしね、しかも。え、じゃあ普段もっとってことですか。もっと。え、でも俺寝るときとかは多分12とかだね。え、でもそんな、うん、あれ穴ぼこ。あ、穴ぼこだぜ、耳がもう。いや、全然虫に食われてんじゃねえかなって思うときある。冷えは、ん、あー、わかんねえんだ。だからやったときないからわかんないんだよね。あのピアスって、あれ一回開けたら穴ずっと開いてると思うべ。あ、はい、一回開いたらもう全然違うよ、全然違う。一回一回閉じます。え、と、あ、うん、皮膚と皮膚がこう繋がろうとすると、あ、はい、傷と一緒ですね。傷と一緒です。あ、なんで、はい、あの、ここの12開けても、実際12穴ぼこはないです。でも穴ぼこがあります。難しいね。難しいな。なんか数学か算数みたいな。な話してね。あ、してねえ。してなかった。あ、ごめんなさい。マジで見んな、マジで見んな。もうすいません、イカついてる。変わらないタラトスだから。タラトスさんだっていうのをちょっともうまたその心に、はい。てかさ、こんなイカチーとかって、やっぱ他の人も思うんかな。したらなんか中津さんかわいそうやわ。いや、現場行ったら多分多少の人は思うと思う。いや、俺イカチくねって言ってくれ、その時は。いろんな人に。タラトスさん、イカチくないぞ。応援中ってことですか。応援中もそうやな、アイドルもビビるかもしれんから。俺はそんなつもりじゃないんだけど。タラトスさん、イカつくないぞ。それやりすぎだね。やりすぎだ、すいません。バカだね。ごめんなさい。バカだね。さすがにちょっと、先生、じゃあもう行きましょうか、もう。話でもあれ。超楽しいな。楽しいです、めっちゃ。おら、待て、おい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 、あ、はい、行こう、待てよ。なんだ、お前何やってんだよ。ああ、はい、今日は遊び、うん、遊び、うん、ちょっと待って、お前何ピアスつけたの。つけたっていうか、まあ、もう知念だもん、もういや、パパ、何なの、お前何これ何なんだよ、まずこれ、思い出のリンゴ何なんだよ、これお前、まあ、なんかさ、もう今日はなんかちげえかな。あ、なになんかもう、だから、もう俺もさ、変わってってからさ。何や、別に会ってしまってたらいいな。あ、うん、何それ。じゃあまたね。うん、じゃあ待てよ。何だよ、その態度が。違う、別に態度とかじゃねえけど。ああ態度とかじゃねえけど。お前舐めてんの。いや、舐めてないけど。舐めてないけど。あ、舐めてねえ。舐めてんだろ。舐めてねえ。何だよ、その態度は。もうさ、あの、なんかこれやめてくんない。遊び行くからさ、あの、会うたびさ、ね、なんか、うん、うん、ちげえからさ、俺もなんかいつまで立ってもらう。あ、何立ってもらうからさ。あ、いや、マジ、もうだから、そういうのちげえからさ。いや、何がね、あ、どう、何を言ってんだよね。だから、もう変わったから、もうすぐやめてくれ。もうこれで分かるっしょ。わかんねえよ、てめえ、何言うんじゃねえだろ。あ、え、え、え、ちょっと、私、ちょっと、黒いから、黒いから、黒いから、ちょっと、ごや、中瀬、黒いから、ごや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 、
ピアスじゃねえじゃん。じゃないかな。なにこれ。は？イヤカバ。なにこれ。え、ちょっと待って。それさ、またあの酒代とかでなんとかなんない？いやいやいや、開けてんだろお前。開けようよ。な開けてもう一瞬だろマジ。うん。セサミも行く？あ、僕はだ関係ないからさ。あ、そう。あ、じゃあ行く？うん、じゃあ連絡するよ。よし、今から行くぞ。今からか。今から。暑くなるもんね。うん。暑くなるお前。分かって行くわ。分かったよ。うん。ちょっと先行ってて。うん。じゃあ早く来いよマジ。うん。大丈夫ですか？出ました。ごめん、またそうね。ちょ、声出して、声出して。この許嫁を面白いよ。この許嫁欲しいな。お、お疲れ様さん。あれ、これだ。お疲れ様で、いやいやいや、全然。いや、様さん、いや、今日楽しみですね。ラウンド1ではっちゃけるって。僕、あんまラウンド1はそのゲームしかやらないんで、その全体的な、あの、いや、カラオケとかいっぱいあるじゃないですか。そういうのやったことないですよね。ロデオみたいなやつとかも乗るってことですか、さては。和田さん、世界で一番強い格闘技って何だか分かる？世界で一番強い格闘技って何だか分かる？世界で一番強い格闘技いろいろあるよ。空手、はい、柔道、はい、相撲、はい、剣道、あ、いろいろある。なるほど。何が一番最強だと思う？なんだろうな。あ、カンフーとかはありますよね。あ、カンフーね、みたいな。はいはい、あとあの、あ、少林寺拳法とか、はいはいはい、あるな、うんうん、あ、はいはい、じゃあ少林寺拳法でお願いします。じゃあ普通にいいの？あ、じゃあ少林寺拳法、少林寺拳法ね、がいいです。はい、少林寺拳法でお願いします。違う、一番強いのはウェーブ。そう、ウェーブ。あ、が一番強いんです。あ、そうなんですね。あ、でも今日聞いたことないですけど、ウェーブ知らん。お、知らないです。はい、マジか。お、聞いたことないですね。ウェイブ、世界で最強の戦闘術。お、戦闘者が戦場で使うもんだから格闘技と全然違うんだよね。一番強い戦闘術だから、本当に傭兵とか本物の戦場を知ってるやつじゃないとやんない。なるほど。あ、それが一番強いってことですか。ウェイブ、おー、ありがとうございます。勉強になりました、とても。ありがとうございます。いきますか。じゃあ早速見たい。ウェーブ見たい。トントさん、ウェーブできるんですか。俺戦闘者かな。あ、僕知らなかったです。トントさんがその格闘技みたいな。中さんだけは見せてなかった。お、中さんだって戦闘者じゃないでしょ。あ、僕は戦闘者じゃないです。俺は戦闘者だ。エンディストでやりますけどね。戦闘者だよ。じゃあそれを、はい、やってる。あ、なるほど。知らなかったです。行きますか。すぐは見せれないよ。悪いけど格闘技じゃないんだよ、戦闘術なんだよ。だから格闘技っていうのはボクシングとか空手とかだったら何気軽に
シャドウとかスパーできるんだろうけど、戦闘者の戦闘術だから壊れちゃう普通の人にやったら。あ、なるほど。あ、じゃあもうそういうの場ではなんかそういう見せれないってことなんですね。あ、そうなのか。あ、なんか残念でした。なんかすごく見たかったんで。はい。あ、じゃあ早速行きますか。そもそもウェーブの、まずウェーブで一番大切なのは肩甲骨の解放、解放率を上げることによって威力が上がる。解放率と回転、はい、基礎となる動きやね。お、おるんですね。あ、ありがとうございます。見れるんだ、嬉しい。まずこの肩甲骨、はい、分かるでしょ、肩甲骨。あ、分かります。肩甲骨の解放率を上げる。解放率、はい、解放率 30%。 これ 30%、はい、53%。 あ、加減できるんですね、微調整も。すごい、戦闘者だから。あ、53% にすることがあるんですね。その一発ずつ一発一発で戦闘の戦闘術っていうのは変わって、戦場の状況ってのは大きく変わるの。一発舐めんなよ。でも今のがウェーブの基礎となる形。あ、でもこれで戦うってすごいですね。いや、これでは戦わない。これの動き、それ今見せただけ。やったら型というか、これでは戦えない。戦場舐めんな。これでこう行くみたいな。戦場舐めんな。なるほど。なんかマイケンやってましたよね、そのメジャーリーガーの投手をこうやって体操みたいな、こういうのと一緒ってことですか。違う、あれはマイケン体操。あ、違うんですね。あ、一緒かと思っちゃいました。すみません。まあでもウェーブには近い動き。あ、でもマイケンさんはあれ解放率 3%。 お、少ないんですね。だから戦闘者じゃないでしょ。あ、ピッチャーです。ピッチャーでしょ。はい。俺ピッチャーやってた時ある。あ、ないです。ないでしょ。はい。俺戦闘者なの。あ、戦闘術を使う戦闘者なの。あ、なるほどなるほど。お、すごい。すごくネイティブなの。いや、すごいですよ。普通だけど。いや、なんかそう。なんか格闘技やってるって僕全然知らなかった。格闘技じゃない、戦闘術ね。あ、田中さんが戦闘してたって僕全然知らなかったんで。すごい。お、じゃ、行きますか、そろそろ。実戦見たい。実戦ですか。実戦見たい。お、ここまで来たら肩だけじゃ満足できないな。ちょっと、まあ、見れるなら、はい。見てみたいですけど、どんなもんかっていうの、はい。こう、カンフーみたいな、こういうのありますからね。そういうことじゃねえんだ、見せ物じゃねえんだから。本物の戦場でしか出せないんだよ。だからこれ日中じゃ無理。舐めないで。すいません、ごめんなさい。うん。はい、中さん。はい。ナイフ。あ、マジック。ナイフ。これ握って。はい。うん。素手の中さんとやったらとてもじゃないけど、もう目えぐれちゃうから。あ、僕がやるんですか。じゃないと戦闘術できないんだよ。シャドウとかじゃないから、はい、本当にその場その場の戦闘、それシャドウトレーニングとかじゃないから、本当にその場そこで出会った人と時の運。じゃあ僕は今タナトスさんをこう、そのナイフ防寒みたいに、じゃあその中須ナイフを持って、はいはい、まだ立ってないフィールドには正直。戦闘術のそもそも戦闘者っていうのは、そのだから日本刀とか持ってて今中さんやってくれ、結局その場のその時の流れだから、戦闘っていうのは格闘と違うの、用意度もないの。なるほど。用意度もないから、いつだって何やってんの、何やってんの。いや、普通に防寒って襲ってくるとか。今説明してたじゃん、普通に。失礼だよ。あ、ごめんなさい。うん、すいません。失礼だよ普通に。じゃあ行きますね。違う、じゃあ行きますねって言わない、普通の戦場なんだろ。戦闘者ってのは、じゃあ行きますよ、始めないのよ。だからさ、今説明していいんじゃん。いや、だって説明してる人いる。じゃあ行きますね。だから、じゃあ行きますね。だから今説明していいんじゃん。どうすればいいんですか。じゃあもう一回俺入るから、はい、もうだ、リュウに合わせて。行きます。でも、言ってるけど、はい、ストップとかないからね。はい、本当にもう、やる気ないから。でも俺全部言いますから、はい、言ったら。行きます。これ刺されたのもんだから。はいはい、戦闘だから。ウェーブが上半身だけの動きだって言った。あ、言ってないです。うん、戦闘だからね、何でもあるよ。あ、でもタルトさんすごい刺さってませんか、うん、これナイフ、はい、この跡がついてるってこと。刺さってないよ。そもそもね、ナイフって素人じゃ扱えないから。
だから中尾さんが今これナイフで話すこんなにさせない。普通あのこんな素人の人はできないの。わかる？はい。素人の人は普通こんなできないの。はい。普通こんなこんなとこ狙ってこないよ。え、じゃあどこ狙うんですか。普通だったら足でしょ。でもそれわかんないでしょ。戦闘者じゃないからわかんない。なんで足？戦闘者じゃないからわかんない。ほら、なんで足かって言ったでしょ、はい。普通にこうやって上半身とかそういう体を傷つければいけると思ったでしょ。でもそれ本当のナイフの扱いじゃないの。本当の戦闘者っていうのは足をめがけてやるの。うん、そうで足をめがけてやったら心臓をめがけるなんてそんなの戦闘者は絶対やらない。それは漫画の見過ぎ。でも心臓は絶対やらない。心臓は一撃じゃない。本当の戦闘者足やるんだって。本当の戦闘者足やったら絶対動けないじゃん。こうなっちゃうでしょ。なるほど。足をじゃあ添い入れからもうこう動けなくさせる。そうです。それはだからそれ分かってなかったじゃん。だからもう全然これ違うのよ。なるほど。本当の戦闘者とやってたらこんなことになるの。なぜだ足やってるとほら足何もなってないでしょ。本当ですね。だから足でもう決めたでしょ。確か足でめっちゃそういうこと入っちゃいました。そういうこと。なるほど。あ、それがウェーブなんですね、うん、膝ウェーブ。あ、でも確かにそのなんかその心臓僕結構狙ってましたけどそのかわしてましたもんね、うん、ウェーブで。だから心臓なんて無理だった。あ、なるほど。足なんやと。でもなんかすごい。いや、そのこういうことなんですね、ウェーブって。何が？そのだからこうやられそうになってもその心臓にまで到達はしない。防火に襲われてもこう膝でやれる。あ、すげえウェーブ。やっぱ膝でこうウェーブって膝なんですね、やっぱ。いや、ウェーブは肩甲骨、肩甲骨の解放率。なるほど。膝はあくまで膝ウェーブ。それはまた連動してる。ほら、結局回転って言ったから。あ、ほら。あ、でもこれは本当一撃の戦闘者だったのか。本当だったら、今これ殴られたから、はい、中瀬さんのここから、肛門から全部内臓出てたよ。うん。肛門流し。え、そういうの、うん、あ、こっから、はい、こうして。そう、嫌です、嫌です。嫌です。でも戦闘者だから、本当にやっちゃうかもしれない。はい、嫌です。戦闘者だから、ここから水月に向かってやったら、ここから全部、肛門から内臓全部出る。え？それがウェーブの日。え？最悪じゃないですか。痛いし、もう出てるし、もう二重苦じゃないですか。でも気づかない。それがウェーブ。内臓から破壊する、うん、出てること気づかない。あと仙骨、仙骨好きってのもあるし、仙骨いろんな技があるんですよ。あとノーマル。あ、ノーマル、うわ、すごいな。すごくねってマジで。いや、田中さん戦闘者としては当たり前だ。いや、そんな田中さんが格闘技みたいにやってるって僕知らなかったんで。戦闘者さん、なんか急になんかその頼もしくなってしまったというか、いや、もともと楽しいんですけど、でもめっちゃ強いってことですね、担当さん。だからさ、はい、はい、すごい、はい、俺の師匠いるの、ウェーブマスター。はい、ウェーブマスターに合わせる。え、うん、いいんですか？ウェーブマスター合わせる。え、中津さんもウェーブマスターしよう。僕もウェーブマスターになります。誰にもか誰にも負けない、はい、ここ戦場だから。すごい、うん、もうなんかだからもう担当さんがいればもう最強ってことですね。そうよ、はい、最強。全員もうこの街に気に入ってダメですよ。ウェーブやっちゃ担当さん、ダメダメダメ。おい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 、ゴーヤじゃん。おい、久しぶりだなお前。おい、道で走りすぎるボケ、おい。あれよね。あ？お世話にもいいんじゃん。お久しぶりですね。担当さんは友達ですよね。ああ、お久しぶりです。おい、ゴーヤ、おい。誰？あ？ああ、ザゴか。ハム、何？担当さん、友達に向かってそんな。こんなやつ友達なのもね、ザゴだろ。なんだお前。異人化やろうか。あ？どうけ、消えろ。なんも喧嘩ってんのお前。喧嘩ってるとかじゃないのお前。死ぬぞ。は？お前意味やろ。お前一歩でも踏み込めんのよ。あ？戦場なんぞ。うん、意味わかんない。おい、もう戦闘者と、あ、オッケー、いい、意味わかんねえんだよ。あ、もうやったな。もうこれ戦場。本当やめといた方がいい。明日朝日拝めんと思うんだよ。お前の目早く飲むなよ。やめです。解放率 30%。 担当さんの戦闘者なんで。なんで戦闘者？救急車呼んどけ。ウェーブマスターなんで。意味わかんない。本当に救急車呼んどきますね。意味わかんない。すいません。お前ありがとう。ラフトマンの前に救急車行きたいですか？気持ち悪い。ウェーブで行かれる人がいるんで。はい。ないない。すいません、お願いします。年齢で行きたい。救急車。気持ち悪いんだけど。行くぞ、バカ野郎。肛門もからなんか出ちゃうみたいなんで、はい、すいません、それもお願いします。気持ち悪いんだけど。何してんの？ない。ない、ない、意味わかんないけど。ない。なあ、おい。50%。ハイボール率50%。意味わかんない。シュートクソ。おい、ゴーヤ、お前。誰が終わるシュートのネタ。ハイボール率 50%。な、なんなんだよ、てめえ。近づいてくる。100%。うわ、な、意味わかんない。気持ち悪いんだよ。3年意味わかんないんだよ。おい、おい、ゴーヤ、おい。おい、何やってんだよ、お前。健康ってんの、お前。何してんの？おい、これか、おい。おい、YouTube で。あ？強い人もいて。あ？やってみた。聞こえねえんだよ、おい。意味わかんねえんだよ、おい。これ、できなくったね。ね、急に喧嘩売れてんだよ、お前。ごめん、ごめん。触ってんじゃねえよ、気持ち悪いよ。夏だから。触んなよ、気持ち悪いんだよ、まあ、ちょっと間違っちゃったっていうか。おい、おい。来てくれ。おい、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 お
2回より10。あ、ちげえよお前。うん、このグニャグニャして100パーでやる、100パーで。おい。100パーでやる、100パーで、おい。苦味じゃないよゴーヤー、俺ゴーヤー、ゴーヤー100パーゴーヤー。やった、お前それだよ、おいそれだよ、おいおいおい、ちょちょ、こいつ変わるよ、おい、いいよ、いいよ、ちょっとこれから担当するから、お前それでさ、お前みんなの前でやるよ、今から行くぞ、お前全裸だ、全裸でお前それやる、おい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 、ちょ、タルトさん、タルトさん、ごめん、あ、すいません、救急車じゃなくて、警察を、はい、お願いします。担当さんが、ウェイブをやってて、で、ウェイブです。なんか、世界最強の格闘技です。魔法カード発動、強制チャンネル登録、ライフポイントを4000払い、チャンネル登録をさせる。13456711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 1